今井氏は、日本の士族の一つである、海の国山ナッシュここう裏城を本拠とした。姓は源氏武田氏の所流にあたり、15世紀前半の、海守後武田信光の士族である、武田貞影をそとする。本家である裏、今井氏は、戦国時代に、国衆として活動した。永昇16年から栄昇17年にかけて海守後武田信虎に反旗を翻した人物に、 裏兵庫がおり、これを、裏、今石当主の今井新世もしくはその子息の今井、信元に否定する説があるが不明。英章16年海の国統一を進める守護、武田信虎と海の有力国人に今井氏、ナの諏訪氏、連合軍が、後進国境で激突し今井氏は一旦降伏。その後、今井氏は信虎へ反旗を翻し旅重なる。 反乱の末、河原の辺の戦いで、信虎軍と激突しこの戦いで、今井信元、小虎正、栗原兵庫、諏訪頼光、大井信行、連合軍は800人余りを失って大敗した。敗戦後、今井信元は、裏の城に籠城してなおも信虎に抵抗したが、天文元年9月に開城して、ついに信虎に降参し侵入した。これにより、 武田信虎による回答一が果たされた。その後、武田信虎の一門衆に、今井信房、今井重助、今井虎穂、今井虎井、今井信正が連なる。また、武田春信武の武田家一門側近衆に、今井信正、今井信都氏が連なる。紅葉軍艦によれば、A63 年に、勝沼五郎殿が、相模国の御北条氏の従属国衆である、藤田氏もしくは、 大石氏への内通の疑いで成敗されたとされる。紅葉軍艦ではこの、勝沼五郎殿を御一門衆、勝沼信友の子息としているが、実際には、府中今石当主、今井下助の子息である、今井信義に否定され、この頃には、越後国の長尾氏がご北上領へ侵攻している、ことから、長尾氏に内通した可能性が考えられている。この事件以降、 勝沼今井氏の動向は途絶するが、上野国・今井氏と合流したとの説がある。武田屋中では、今井新中が、天正3年11月以前に、品野国・上稲イ軍を管轄する、上稲イナ軍事となっている。後乱期によれば、天正10年3月に、織田・徳川連合軍の武田両親公に伴い、鶴軍へ逃亡し、同地で処刑されたと記されている。江戸時代になり、 今井信都市の子孫が、高尾氏を称して、甲州や津城軍内を領し旗本として存続した。伝承、第三大安寧天皇式津彦命、中原孫十四右蔵イコール中原右蔵、当地のこれただイコール中原これただ、中原金爪、中原金刀、今井金平品の国基礎の中原氏一族と、伝えられる。文献によると、元略元年の合わずの戦いで、 源の義仲が戦死する都家臣であった、今井金平の次男今井県の高梨氏伊達野氏、年氏、町田、小野沢、萩原、串淵、諸田仁氏が義仲と、友江御前の子である三男、木曽義元を閣い、群馬県渋川市北立花村箱田に落ち延びたと、される。義仲の数傾者である、岡田神社、砂田神社、阿礼神社の分霊を勘定し、 木礎三社神社、木礎三柱神社を創建。箱田に住居を構えたことが始まりとされる。後に、箱田城を自ら築城しば伝寺州として活動するが、戦国時代に入り有力大名である白井町美香、上杉氏武田氏北条氏堺氏松平氏に仕えた。同時に、聖は源氏に他氏の氏族の今井氏も存在する。 新田正氏の公文未氏が今井氏と称し、その子のこれよし、孫の清義と続いた。新田僧侶家の新田義貞に準じて、戦死を遂げた父、これよしの異名で、新義は出家して、清面と合して、非号の死を遂げた新田氏一族の供養をすることで、一生を終えたという。大見国の宇田源氏佐々木支流があり、この系統から、泉国の今井総久、 総君くんを排出している。同じく、大見国の藤原北家秀里流加毛氏族、道の区国の南部支流、品濃国の諏訪支流、武蔵国の小玉等、伊予国の内市一門の荒井支流などがある。ありがとうございます。